散らかってますけど、どうぞ。帰ってくるまで気づかなかったけど、十和田さんの服、雨で透けてる。まともに見れないな。お邪魔します。早速で悪いんだけど、もう脱いでいい？え、脱ぐって。七クマ、稲垣くん、こっちに来なさい。はい。この資料作り直して。え、今からですか？そうよ、この資料は明日使うの。今日中にできてないとダメなのよ。ですが今からやると。仕事の優先順位を間違えて資料作りを後回しにしたのは誰？俺です。しかもミスばかりの資料を作ったのは誰？俺です。分かってるなら早く作りなさい。はい。俺の名前は稲垣誠、平凡なサラリーマンだ。上司の十和田クレハさんは美人の割には怒るとすごく怖い。まあ俺がよく仕事でミスするからなんだけど、怒るにしてももう少し優しくしてほしいと密かに願っている。やっと終わった。十和田さんって、確か今夜は大事な用事があるとかで先に帰ったんだよな。資料は明日の朝見てもらうとして、俺も帰るか。最悪だ、雨が降るなんて聞いてないぞ。このまま走って帰るか。って、あれ、あそこにいるのは。そこにいたのは雨にもかかわらずびしょ濡れになりながら呆然と立ち尽くしている十和田さんだった。十和田さん。稲垣くん、こんなところで何してるんですか？風邪ひいちゃいますよ。いいの、ほっといて。この状況でそんなことできませんよ。俺の家すぐそこなんで、寄っていきませんか？え？変な意味じゃないですよ。雨宿りがてらってことですからね。それにこのままだと本当に風邪ひくかもしれないんで、シャワーでも浴びて少し休んでいってください。わかった。散らかってますけど、どうぞ。帰ってくるまで気づかなかったけど、十和田さんの服、雨で透けてる。まともに見れないな。お邪魔します。早速で悪いんだけど、もう脱いでいい？え、脱ぐって。寒すぎて限界だからシャワー借りるね。あ、はい、どうぞどうぞ。落ち着け俺。ちゃんと温まりましたか？うん。これホットココアです。飲んでください。ありがとう。自分の家なのになんだこの緊張感は。上司と部下の関係だからか。気まずい。スウェット似合ってますね。何言ってんの俺。ちょっとブカブカだけどね。あはは、男物しかなくてすみません。野暮な質問ですけど、なんであんなところにいたんですか？ふぅ。え、男なんてちょっと、十和田さん。今夜はシュンと彼とご飯を一緒に食べる約束だったの。でも約束の時間になっても来ないし、連絡しても返事がないし、事故にでもあったのかなって心配してたら、シュンと他の女が歩いてるのを見ちゃって。それは最悪ですね。それで勢いで問い詰めたら、お前はいらないって捨てられたの。うわ、泣かないでください。稲垣、私これからどうすればいいのかな。本当に意外だった。いつも怒ってる十和田さんしか見たことがなかったから、こんな一面があることに俺は驚いた。生粋の鬼上司なのかと思ってたけど、こうしてみると普通の恋する乙女だよな。そんな男と別れて正解だと思いますよ。浮気する男なんて本当に最低ですから。でも私にはシュンしかいないの。
シュンと結婚するつもりでいたんだよ。一途なんだな。十和田さん。何？十和田さんには俺がいますから、これからは何でも俺に話してください。十和田さんのすべてを俺全部受け止めますから。稲垣くん、何言ってんの？年下だし部下だし無理無理ですよね。これ泣いていい？でもありがとう稲垣くん。稲垣くん、またここ間違ってるわよ。すみません。翌日、十和田さんは何事もなかったかのようにいつもの怖い上司に戻っていた。今日中に直しなさい。はい、すぐに直します。怒らなければ可愛いんだけどな。お先失礼します。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。稲垣くん。はい。さっきは怒りすぎてごめんね。十和田さん？大丈夫？傷ついたりしてないよね？大丈夫ですけど。何これ、ちょっと優しくなってない？そう、それなら安心した。そうだ、これから飲みに行かない？お誘いは嬉しいですけど、さっきの資料今日中に直さないといけませんし、また今度でお願いします。それは明日にしようね。いや、でも十和田さんが今日中にって言ったじゃないですか。いいと言ったらいいの。ほら帰る支度して。あ、はあ。どういうわけかこの日を境に十和田さんの態度が変わった。日中は相変わらずで。稲垣くん、この資料全部ボツ。何、文句でもあるわけ？いえ、すぐに作り直します。鬼のように厳しい上司なのに、オフィス内の社員が全員退社した後は、今日もいっぱい怒ってごめんね。大丈夫ですよ。なぜかすごく優しく接してくるようになった。それに加えて、そうだ、これからどこかで飲みに行かない？またですか？もう4日連続ですよ。軽くだけだからね。もう何度目だよこのセリフ。強引に飲みに誘ってくることが多くなった。今度のプレゼン不安だな。私大勢の前で話すの苦手なんだよね。十和田さんなら大丈夫ですって。ファイトですよ。日中は誰にも弱い部分を見せない十和田さんの素顔。でもこうして二人きりになった時だけ知らない一面をいっぱい見せてくれる。そのギャップが愛おしくて、俺は徐々に十和田さんに惹かれていた。だけど一つだけ気がかりなことがあった。稲垣。どうしたんですか？シュン、今頃どうしてるかな。元彼さんのことですか？まだ引きずっているんですね。そりゃ引きずるよ。浮気されたんだから忘れた方がいいですよ。そうなんだけどさ、なんかこう心にぽっかり穴が開いてるっていうか、未練みたいなのが残ってるんだよね。十和田さんは一途ですもんね。一途な女じゃダメ？いえ、そこまで人を愛せるなんて素敵ですし、十和田さんに愛される男性は本当に幸せ者だと俺は思いますよ。でしょ？でも浮気された現実から目を背けたらダメですよ。分かってるわよ、そんなこと言われなくてもさ。名前聞いてすみません。なんかムカつくからもう一杯。まだ飲むんですか？結局こうなるんだよな。まったくこの人には困ったものだ。あ、すみません。せやな、どこ見て歩いて。クレハ？え？こいつは傑作だな。あんたこいつの彼氏？彼氏ではないですけど。あ、そうなの？俺さ、こいつとちょっと前まで付き合ってたんだよね。ってことはあなたがシュンさん？
あ？俺のことこいつから聞いてんの？まあちょいちょい。想像してたよりもチャラそうだな。にしてもあんたも大変だな。こいつとどういう関係か知らないけど、めんどくさい女だろ。別にそんな風には隠さなくていいって。付き合ってた時からベタベタと甘えてきて本当に面倒だったわ。俺そういう女マジでダメなんだよね。だから浮気したんですか？ん？甘えられることが嫌だからってそんな理由でこの人のことを捨てたんですか？だったら何？甘えるってことはそれだけあなたのことを信用してたってことですよね。あなたのことをそれだけ愛してたってことですよね。だからそれが重いんだって。俺そういうの無理だから。十和田さん、未だにあなたに未練たらたらですよ。浮気されたのにまだあなたのことを引きずってるんですよ。一人の女性から愛されることがそんなに嫌なんですか？あんたさ、まるで俺が悪いみたいな言い方してるけどさ、被害者は俺なんだけど。被害者ってそんな言い方しなくても。稲垣君、もういいから下ろして。十和田さん、シュン。うん？やった、何すんだよ。あんたみたいな最低男、こっちからお断りよ。はあ、散々可愛がってやったのに、なんだよその態度。うっさい、目障りだからどっか行って。ふざけんな、お前こそどっか行け。あー、すっきりした。十和田さん、おかげで酔いも覚めたし愛も覚めた。もしかして今の話。心配しなくても平気だよ。あいつには私の愛を受け止められるほどの器がないってよーく分かったから。ねえ稲垣くん、覚えてるかな？え、前私に言ったよね、俺全部受け止めますからって。あの言葉覚えててくれたんだ。あなたのことが好きです。え、冗談ですよね。年下だし部下だし無理だって。うん、そう思ってた。でももう好きになっちゃったの。だってこんなにも私のことを思ってくれる人はあなたしかいないから。十和田さん、俺も十和田さんのことが好きです。だから俺の彼女になってください。ふふ、私の愛は重いぞ。覚悟します。はい、これ帰ってから見てね。はい、じゃあお気をつけてお帰りください。あのマネージャーさん、これは一体どういう。葵のことできたら一人の女性として真面目に考えてあげてね。それじゃ。七クマ。葵、最高だ。薄井葵、今をときめく日本を代表するアイドルだ。ヒットチャートには彼女の曲がずらりと並び、毎月数々の雑誌の表紙を飾っている。俺は薄井葵が地下アイドルだった頃からのファンだけど、彼女がトップアイドルとなった今ではチケットの入手も困難だ。そんな彼女にはある特徴がある。以上、薄井葵でした。みんなありがとう。それじゃ、さよなら。うおー、絶対レイドの眼差しきた。俺たちの氷の女王様。そう、薄井葵は歌う時以外はとんでもなく塩対応だった。しかしファンにはそれが逆にたまらないらしい。ついたあだ名が氷の女王様だった。俺としては薄井葵の笑顔が見たいんだけどな。あんなに綺麗な笑顔なのにちょっともったいない。俺は過去に何度か薄井葵の笑顔を間近で見たことがあった。はあ、今日も仕事で大失敗しちゃったよ。
俺ってほんと何やってもダメだな。その頃、俺は今の会社に入社したばかりで、毎日必死だった。優秀な同期たちは次々に仕事を覚えていたのに、俺と来たら何度も同じミスを繰り返し、先輩に迷惑ばかりかけていた。こんな時はお笑いライブを見て思いっきり笑うしかない。今日もどこかでやってるはずだよな。その時、俺に声をかけてきたのが、当時地下アイドルだった薄井葵のマネージャーだった。ねえ、ちょっとそこのお兄さん。ああ、女の子のお店探してるわけじゃないんで。違うって。今日これから私が絶賛売り出し中のアイドルのライブがあるんだけど、見に来ない？お兄さん暇でしょ？いや、俺今からお笑いライブ見に行くところで。ああもう、同じライブならアイドルのライブでもいいでしょ？お願い、一回でいいから見て行って。チケットは無料であげるから。あの子は地下アイドルにしとくにはもったいない器なんだって。ね、お願い。断る方が余計に疲れそうだし、行くしかないか。仕事帰りの俺にはお姉さんの熱意をかわす気力がなくて、諦めた俺はおとなしくそのアイドルのライブ会場に向かった。会場に客は俺一人だった。これ本当に大丈夫か？ライブって話は嘘で、俺を何かのカモにするための作り話だったんじゃ。でもあのお姉さんが嘘ついてるようには見えなかったしな。地下アイドルなら客が一人だけってのもよくあることなのか？騙されたのではないかと悩んでいるうちに、会場が暗くなり、本当にライブが始まるのだと分かった。っていうか俺、アイドルの曲のノリとか知らないんだけど。お姉さん、期待してて。え？ノリなんてどうでもよかった。薄い葵が歌い始めた瞬間、俺の心は彼女に釘付けになったんだ。お姉さんが言っていた意味がよく分かった。この子は地下アイドルをやってていいような存在じゃない。俺は彼女が大きな舞台で輝くところを心の底から見たいと思った。以上、薄い葵でした。それじゃ、さよなら。待って。え？ごめん、話しかけたりして。でもどうしても言いたかったんだ。俺、今日君のライブ見に来て本当に良かった。最高だった。ありがとう。ありがとう。それ以来、俺は彼女のライブに通い詰めた。薄い葵の実力と、あのマネージャーさんの努力の甲斐あって、ライブ会場は次第に客で埋まっていった。それからは、あれよあれよという間にデビューが決まり、大きな会場でのコンサートが決まり、彼女はトップアイドルへと急成長していった。俺しか客がいなかったあのライブからたった5年だもんな。すごいよ。薄い葵と出会ってから5年、彼女の活躍とは裏腹に、俺は相変わらず会社でミスばかりしていた。でももう5年前のように落ち込むことはない。薄い葵の曲を聴いて心を落ち着かせれば、大抵のことならくよくよしなくなった。いつか彼女と話す機会があったならお礼を言いたい。そのチャンスは意外と早くやってきた。握手会の抽選が当たった！倍率が高すぎて応募するのも躊躇するような薄い葵の握手会に当選したのだ。俺、一生分の運を使い果たしたかもしれない。そうだ、この機会にちゃんとお礼を言おう。彼女に俺のことを覚えてほしいとか、そんなことは一切望んでいない。俺はただ一言ありがとうって言いたかったんだ。あの小さなライブ会場で俺は君に救われたのだから。やべえ、緊張してきた。もうちょっとで俺の番じゃん。練習してきたことうまく言えるかな。では次の方、握手スペースへどうぞ。は、はい。うわー、本物の薄い葵だ。相変わらず綺麗だな。今日は来てくれてありが。ん？あの、薄いさん、どうかされましたか？握手する時間がなくなってしまいますが。スタッフさん、申し訳ありません。薄いは体調を崩したようです。少しの時間でいいので握手会の進行を中断してください。
かしこまりました。この方はどうしますか？彼はここにいてもらって構いません。はあ。俺はこの展開についていけなかった。握手スペースの外でスタッフさんが休憩時間に入ることを他のファンに伝える声が聞こえる。体調不良って大丈夫なのか？俺もここを出た方がいいんじゃ。待って、行かないで。私、いつかあなたがここに来てくれるんじゃないかってずっと待ってたの。え？待って、俺のこと覚えてるの？当たり前だよ。あなたがいなかったら私5年前にアイドルを辞めてた。誰もライブに来てくれなくてアイドルとしての自信を失ってた時にあなたが来てくれたの。ライブが終わった後、来てよかった、最高だったって言ってもらえて、もう一度頑張ることができたんだよ。だからずっと直接お礼を言いたかった。待って、頭が混乱してる。俺のこと覚えててくれただけでも最高に嬉しいのに、俺の言葉で頑張れたとか、お礼を言いたかったのは俺の方だよ。仕事も何もかもダメダメな俺にとって君の歌は光だったんだ。あなたの支えになれていたのなら嬉しい。あー、はいはい、そこまでよ。その先は日を改めて二人でゆっくり話せばいいじゃない。今日はお仕事。ほら、彼が来た時のために準備してたものを渡したら。そうだった。はい、これ帰ってから見てね。バイバイ。はい、じゃあお気をつけてお帰りください。あのマネージャーさん、これは一体どういう。あれ、私のことも覚えてくれてたんだ。5年前はありがとう。君が地下アイドルだった葵のライブに来てくれたおかげで葵は自信を取り戻したの。私からもお礼を言わせて。あと、葵のことできたら一人の女性として真面目に考えてあげてね。それじゃ。彼女のことを女性として真面目に考えてあげてってどういう意味だ？俺は帰り際、マネージャーさんが放った言葉について頭を悩ませていた。あ、そういえばもらったメモ、これってまさか電話番号？もらったメモに書かれていたのは薄井葵という名前と携帯の電話番号だった。まさかとは思うけど、女性として真面目に考えてってそういうことなのか？俺としてはこんなありがたい話はないんだけど、一般人で仕事もできない俺がトップアイドルの彼女を幸せにできるわけ。いや、ここで俺が勇気を出さなくてどうする。仕事ができない無能な俺でも全力で彼女を幸せにしてみせる。もしもし、握手会でメモをもらった桜庭徹です。マナブくん、お昼食べよ。ああ、うん。自分で言い出したこととはいえ、こんな美人が俺の隣にいるなんて違和感しかないな。あ、ゆうか、彼と本当に付き合ったって聞いたけど。そうなの。二人は面識があったの？うん、同じゼミなのね。あはは、うん、話したのは昨日が初めてだけど。七クマ。はあ、どうしてあんなこと言っちゃったんだろう。俺はただ学ぶ、大学2年生。どうして頭を抱えているかというと。こんばんは、マナブーンです。今夜は生配信です。遅い時間なのにみんな遊びに来てくれてありがとう。俺はマナブーンという名前で YouTuber として活動している。普段は陰キャを絵に描いたような俺だが、実は結構人気だったりする。そんな俺が生配信に向けて質問を募集したところ、マナブーンは彼女がいますか、いなかったら私が彼女になりたいです
うわ、マジ？そんなこと初めて言われたよ。ありがとうね。彼女か。いると思う？いないと思う？みんなちょっとひどくない？てか顔出ししてないのにこの反応、もしかして言葉尻に童貞っぽさがにじんでたのか？コメント欄は彼女なしという予想で埋め尽くされた。そこで妙な意地を張ってしまった俺は、残念でした、います、いるもんね。よし彼女にお願いしてみます。うわー、何を言っちゃってるんだ俺は、というわけなのだ。俺は一人っ子だから彼女のふりをしてくれる兄弟もいないし、親しい女友達もいない。それどころか俺が YouTube をやっていることは誰にも話したことないのだ。参ったな。俺が再び頭を抱えていると前から陽気な声が聞こえてきた。じゃじゃーん、クッキー作ってきたの。しかもロシアンルーレットクッキー。さあさあみんな食べて。ロシアンルーレットって一体何が入ってるんだ？辛い。大当たり。ゆうか大丈夫？あれ本当に辛い。何が入ってるの？一味を練り込んでみました。ゆうかは罰ゲームとして男子に告ってきてください。そんなルール聞いてないよ。見て、男子ソワソワしてるよ。ゆうかみたいな美人だったら嘘だって告白されたら嬉しいんじゃない？トゲのある言い方だな。仲がいいわけじゃないのか？でもそうじゃなかったらわざわざクッキーなんか作ってこないか。女子ってよくわからん。今罰ゲームを言い渡された彼女は学祭のミスコンで1位にもなった天野優香さん。俺なんかとは縁がなさそうな美女だが、実は同じゼミで面識があったりすると言っても話したことないけど。ほら早くしないと行事来ちゃうよ。あのまなぶくんごめんね。私と付き合ってください。この瞬間俺の頭は人生で最も早く回転したと思う。優香さんが俺に告白してきたのは罰ゲームだ。そして俺は次の生配信までに彼女を作らなければならない。優香さんに彼女のふりをしてくれるよう頼むチャンスなのでは？これはかなり勝率の低い賭けだ。でもチャンスには違いない。はい、喜んで。もう講義が始まりますね。後でちゃんと話しましょう。俺がそう言うと彼女は小さくうなずいた。講義が終わるとすぐに俺は優香さんに声をかけ講義室を出た。優香さんは俺についてきてくれたものの、その様子はどこか落ち着かない様子だった。それはそうだろう、罰ゲームの相手に本気にされてしまったのだから。俺は彼女を安心させるためにまずこう切り出した。あの、罰ゲームっていうのは分かってますから。それから僕はあなたのことが好きなわけじゃありません。優香さんは困惑していたが安心したようにも見えた。どうして優香さんの告白に OK したかっていうと、実は俺は彼女の前に自分のスマホを差し出した。あ、これ知ってますか？実はこのチャンネルをやっているの俺で。そんな驚きます？だって私いつも見てて。本当ですか？ありがとうございます。昨日の生配信も？もちろん。あ、でも彼女がいるって。あれ嘘なんです。引くに引けなくなってしまって。それで、あの、俺の彼女のふりをして一緒に生配信に出ていただけないでしょうか？出演料はお支払いしますし、声だけで大丈夫なので。あのどうして私に正体を教えてくれたの？普通見バレとか気にするよね。俺の場合は誰に話しても信じてもらえないと思うので。え？
俺、動画の中で顔を出してないじゃないですか。さすがにこんな陰気な大学生だとは誰も思ってないんですよ。それに、ゆうかさん、口が硬そうだから。どうしてそう思ったの？だって、あの時自分のクッキーに辛いのが入っていると分かってましたよね。どうしてそれを？クッキーの色がちょっと変でした。だから分かってて選んだんだろうなって。よく見てるね。まあ真上の席でしたから、何か事情があるにせよ当たりだと分かっていて食べるような優しい人だったら黙っていてくれそうだなって思って。そっか、分かった。マナブ君のお願い聞いてもいいよ。え、本当ですか？その代わり大学でも私の彼氏のふりをして。え、実は。ゆうかさんはうつむきがちに話し始めた。何でもあのクッキーを作ってきた女の子の好きな人がゆうかさんに告白してきたらしい。ゆうかさんはすぐに断ったものの、それ以来彼女はゆうかさんを敵視するようになってしまったらしい。美人も大変なんだな。私に彼氏ができたと分かれば彼女も私を気にしなくなると思うの。理由は分かりましたけど、俺でいいんですか？うん、むしろ学ぶくんがいい。分かりました。よろしくね、学ぶくん。なんだか大変なことになっちゃったな。翌日から俺はゆうかさんの偽の彼氏になった。周囲はとても驚いて、彼女と歩いていると視線が矢のように刺さってきた。学ぶくん、お昼食べよう。自分で言い出したこととはいえ、こんな美人が俺の隣にいるなんて違和感しかないな。あ、ゆうか、彼と本当に付き合ったって聞いたけど。そうなの。二人は面識があったの？うん、同じゼミなのね。話したのは昨日が初めてだけど。そんな偽物の恋人の俺たちだが、話してみると思ったより話があった。ゆうかさんが俺の配信を見てくれていたのが大きいのだろう。ゲームの話や他の YouTuber の話をしているうちに、俺は彼女と一緒にいることに違和感がなくなっていった。これなら生配信もうまくいくんじゃないか、そう思っていたのだが、配信内容を相談するためにカフェに行くと、徐々にゆうかさんの様子がおかしいことに俺は気がついた。ゆうかさん？え？ぼーっとしてましたけど大丈夫ですか？もしかしてまた嫌がらせを受けたとか？ううん、そうじゃないの。ただあの子はどう思うんだろうって思って。あの子？ほら前回の生配信の時に質問を送ってくれた。ああ、彼女いるのかって送ってくれた子ですか？そう、彼女になりたいって言ってたじゃない。学ぶくんはその子のことどう考えてるの？どうって、よくコメントを送ってくれるのでありがたいとは思ってますけど、会ったこともないですし、きっと向こうも本気で付き合いたいなんて思ってませんよ。そんなのわからないじゃない。え？ああ、ほら前も話しましたけど、実際の俺がこんな陰キャだとはみんな思ってませんから。なんか自分で自分の傷をえぐっている気分になるな。学ぶくん、本当にそう思ってるの？え？なんでもない。今日のゆうかさんちょっと変だな。もしかして生配信に出るのに緊張してるのか？そうこうしているうちに生配信の日を迎えた。はあ、この部屋 YouTube で見たのと同じ。本当に学ぶくんが学ぶんなんだね。あはは、今それ確認したんですか？これまで何度も打ち合わせしたのに。あ、その辺に座ってください。飲み物持ってきますから。ゆうこさん、コーヒーでいいですか？あ、もう私は彼女のゆうちゃんでしょ。あ、そうでした。ゆうかさん緊張してなさそうだ。俺の気のせいだったみたいだな。
俺たちは軽く打ち合わせをして生配信の準備をした。そしていよいよ配信が始まったのだが、こんばんは、マナブーンです。今日もご覧いただきありがとうございます。今日はですね、前回の生配信でリクエストいただいたので、彼女のゆうちゃんに来てもらいました。こんばんは、ゆうです。彼女の登場に俺のコメント欄は本当に彼女いたんだというメッセージで埋め尽くされていった。マジでみんな信じてなかったんだな。ひどいぞ。なになに、馴れ初めを聞きたい。さてはまだ疑ってるな。俺とゆうちゃんは、私がマナブーンのファンだったんです。え、打ち合わせでは同級生だったのに。本当にラッキーな偶然で知り合うことができて、実物のマナブーンと話すうちに彼のことが本当に好きになりました。俺はゆうかさんの言葉にドキドキしてしまって、その後のことをあまりよく覚えていない。ゲーム実況もしたけど、俺はゆうかさんに惨敗するありさまだった。それではお時間が来てしまいました。また見てね、バイバイ。あのゆうかさん、さっきの話。うん、ずっと言えなかったんだけど、前の生配信であのコメント送ったの私だったの。え？私実は男の子って苦手で、でもマナブーンは話し方が優しいし、誰かを傷つけるようなことは言わないから、聞いててとても癒されて、本当に周りにこんな男の子がいてくれたらいいなって思ってたんだ。ゆうかさん、あのこれからは私のことを彼女候補として見てくれませんか？ゆうかさんに見つめられて、俺は心臓がドキドキして仕方なかった。だって俺も彼女が本当に恋人だったらいいのにって思ってたから。ゆうちゃんの内緒話。今日はですね、マナブーンに寝起きドッキリを仕掛けたらということで、小さな声でお送りします。ぐっすり寝てます。マナブーン休みの日いつまでもお昼まで寝てて、全然構ってくれないんです。でも今日はバッチリ起こせるように頑張ります。じゃあこのカメラはここに置いて、寝顔かわいい。おはようございます。朝ですよ、マナブーン。やだ、話してよ。美咲さん、今の方は。ああ、ムカつく。美咲さん、何よあいつ、青葉さんのことなんて何も知らないくせに。美咲さん、落ち着いてください。俺は大丈夫ですから。青葉さん、あの嫌味女を見返してやりましょう。え？悔しくないんですか？あんなに好きかって言われて。悔しくないと言ったら嘘ですけど、俺はもう諦めてますから。何もしないまま諦めるのはもったいないです。こうなったら大変身しちゃいましょう。七クマ。豊岡君。はい、何でしょうか？豊岡君はいつも明るくていいね。へえ、そうですか？君のような子は周りの男が黙ってないんじゃないか？そんなことないですよ、彼氏なんて何年もいませんし。彼氏いないのか、なるほどな。部長、どうしました？豊岡君、君に頼みがあるんだが。頼み？もしかして俺と付き合ってくれとか？そんなわけないだろう。すみません、急に褒めてきたり彼氏のことを聞かれたので。付き合ってほしいのは私じゃない、息子と会ってほしいんだ。部長の息子さんと？ああ、あいつには今まで彼女がいたことなくてな。彼女なんかいらない、俺は一人で生きていくと卑屈になっているんだ。なるほど。
部下にこんな頼みをするのは申し訳ないと思っているが、ぜひ私の息子とお見合いをしてほしい。いや、でも急にそんなこと言われましても。場所は私が用意しよう。三つ星レストランのディナーはどうだ？もちろんご馳走する。行きます。私の名前は豊岡美咲。ご飯に釣られて上司の息子さんとお見合いすることになってしまった。まあ私自身も何年も彼氏なんていないし、逆にこれはこれでありなのかな。豊岡美咲さんですか？はい。って何この人。待ち合わせ場所にやってきた上司の息子、黒石青葉さんは絵に描いたような陰キャな見た目だった。ドレスコードのおかげで少しはマシに見えるけど、髪はボサボサというよりもっさりしている。彼女ができないのも納得ね。遅れて申し訳ございません。黒石青葉と申します。豊岡美咲です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速行きましょう。え、さらっとエスコートされてる。これがレディーファーストってやつ。ちょっとキュンとしちゃった。どうされました？いえ、何でもありません。彼女いたことないけど、こういうことはできるんだ。私たちは食事を楽しみながらお互いの話をした。青葉さんは女性との交流経験があまりないせいか緊張しているようだったけど、時間が経つにつれて少しずつ慣れてきたみたいだった。青葉さんは在宅でプログラマーをしているらしい。そのため普段は女性どころか人と話す機会もないそうだ。今日は本当にありがとうございました。それと父さんが変なお願いをして申し訳ございませんでした。気にしないでください。青葉さん、見た目はともかく所作が綺麗だし紳士的だし素敵な方だな。付き合ってみたいけど、言おうとするとちょっと恥ずかしくなってきた。美咲？ミラン？うわー、嫌な人と会っちゃった。彼女は同期の柴川ミラン。とにかく自慢がすごくてすぐにマウントを取る嫌なやつ。もしかして隣の人って彼氏？あ、いえ、俺は。隠さなくていいって。ふーん、美咲程度の女だと所詮こんなもんよね。ちょっと、どういう意味よ。だって彼氏地味すぎじゃん。美咲も地味女だし、地味同士お似合いね。それに比べて私の彼氏は超イケメンでモデルもしてるのよ。ミラン！何よ。私には何言ってもいいけど、青葉さんには失礼なこと言わないで。だって本当のことでしょ。人は見た目が一番なの。そうかな。青葉さんは中身もイケメンだけどね。ま、あんたたち地味カップルに付き合ってる暇ないから。じゃあね。美咲さん、今の方は？あー、ムカつく。美咲さん？何よあいつ、青葉さんのことなんて何も知らないくせに。美咲さん、落ち着いてください。俺は大丈夫ですから。青葉さん、あの嫌味女を見返してやりましょう。え？悔しくないんですか？あんなに好きかって言われて。悔しくないと言ったら嘘ですけど、俺はもう諦めてますから。何もしないまま諦めるのはもったいないです。こうなったら大変身しちゃいましょう。ムキになった私はミランをギャフンと言わせるため、黒石青葉変身大作戦を決行することにした。美咲さん、ここは？見ての通り美容院です。美容院。選ばれしファッションモンスターしかその敷居をまたぐことが許されない場所ですよね。いや、そんなにハードル高くないですから。イメチェンするならバッサリ行きましょう。バッサリ？ここは腕のいい友達のお店なので安心してください。そもそも前髪がそんなに伸びきってると邪魔じゃないですか。目も悪くなりますよ。まあ確かに邪魔だけど、
髪を切りに行く時間がなかなかなくて。じゃあいい機会じゃないですか。今ここでバッサリ切ってもらいましょう。かっこいい。どうですか。久しぶりの短髪でちょっと落ち着かないんですけど。すっごく似合ってますよ。そうですか。はい、ときめいちゃいました。そこまで褒められると恥ずかしいですね。このままでもかっこいいんですけど。まだどこかダメですか。次は服を見に行きましょう。こっちも似合うけど、こっちもいいな。適当でいいですよ。俺のためにそんなに真剣にならなくても。ダメです。青葉さんはもともとかっこいいんですから、ここはこだわりましょう。部長から聞きましたよ。青葉さんは彼女ができたことがないから卑屈になってるって。これだけ変わればきっと恋愛を楽しめるようになりますよ。でもなんだろう、青葉さんに彼女ができるのはなんとなく嫌な気がする。もしかして私、青葉さんに本気になってる？初めて会った時は付き合ってみようかなって軽い気持ちだったのに。ダメダメ。とりあえず青葉さんをイメチェンするって決めたんだから、最後までやり遂げないと。かっこよくなりすぎて彼女の一人や二人できちゃうかもしれませんね。俺はモテたいわけでは。決めた、これにしましょう。わかりました。購入して着替えてきますね。それとこの後カフェに行きませんか。今日のお礼をさせてください。はい。今日はありがとうございました。俺なんかがここまで変われるなんて、少し自分に自信がついた感じがします。こちらこそ。勝手にいろいろやっちゃってすみません。青葉さんがかっこよくなったせいでこっちが緊張してきた。実はさっきのお店で美咲さんへのお礼を買ってきました。え？これを着て次も俺と会ってくれませんか。はい、ぜひ。私は青葉さんからのデートのお誘いに動揺していたみたいで、カフェを出ようとした時にスマホをテーブルに置いてきてしまったことに気づいた。ああ、落ち着け私。すみません、お待たせしてしまって。ミラン？なんでこんなところに。買い物してたらイケメンがいるから声かけたんだけど、連れがいるって私の誘いを断るのよ。っていうか美咲、この前の地味男は。やっぱり美咲も顔で男を選ぶのね。違うよ、その人は柴川ミランさんでしたっけ。え、どうして私の名前を。父から聞いてますよ。ろくに仕事をしない困った社員がいると。先日も随分なご挨拶でしたし。先日？え、っていうことはこのイケメンってこの前の地味男？地味男じゃない、青葉さんね。すっごいイケメン。あれがこうなるとはね。あ、もしかしてあの時私に惚れてお近づきになりたいからイメチェンしたとか。今のあなたなら合格。いいわよ、デートくらいしてあげても。いい加減にしてください。え、俺は今日美咲さんとデートをしてるので邪魔しないでくれませんか。嘘、この地味女と。美咲さんは地味でも何でもない。明るくて笑顔が可愛くて、一緒にいるだけで元気をもらえるような素敵な女性です。青葉さん、はっきり言いますね、あなたのような人には一切興味がありません。この私を振って後悔しても知らないんだから。青葉さん、ありがとうございます。その、嬉しかったです。いえ。あ、スマホはありましたか？はい。よかったです。それじゃあ家まで送りますね。帰りましょう。帰り道、私たちは少し恥ずかしくてあまり話せずにいた。でも、私も青葉さんもきっと同じ気持ち。次のデートで何か進展があるといいな。
デート当日、私はドキドキしながら待ち合わせ場所に向かった。するとそこにいたのは青葉さん。美咲さん、その服着てくれたんですね。似合ってます。ありがとうございます。それよりその格好どうしたんですか？先日は俺のために時間を使ってくれたのにすみません。やっぱり今までの方が落ち着くというか。そうですか。今の俺は嫌ですか？そんなことないです。確かにこの前の青葉さんはかっこよかったですけど、今の格好も青葉さんの良さが出ていて素敵ですよ。本当ですか？はい、私はどんな青葉さんでも好きです。今なんて言った？好きって言った？どうしよう、この後のデートが気まずくなる。美咲さんはこんな俺でも好きでいてくれるんですか？はい、あれかな、メガネを外してる顔も好きかな。すみません、恥ずかしいので聞かなかったことにしてください。無理ですよ、俺も美咲さんのこと大好きですから。美咲さん、俺と付き合ってください。はい、よろしくお願いします。交際は順調に続き、私は青葉さんと結婚した。その時知ったのだが、なんと青葉さんは自分の会社を経営している社長兼プログラマーだったのだ。つまり私は社長夫人。でもそんな肩書きは関係ない。私はこれから青葉さんの妻として彼を支えていきます。一人でダメなら一緒にやるよ。え？私が特訓してあげるから絶対に優勝狙おうね。松下さん。七クマ、今度のスポーツ大会のメンバーはこれで決定です。嘘だろ。俺の名前は田畑治、高校1年生だ。今俺は今世紀最大の絶望を味わっている。へいへいボンボン、おとなしく世界の隅っこで暮らし、人より少しだけ絵が得意なだけで、スポーツとは無縁な16年間。運動会の個人種目は常にビリ、球技大会も目立たないような種目ばかり選んで無難に過ごしてきたはずなのに、なんでこのクラスはくじ引きなんだよ。しかも一番盛り上がる男女混合バスケのメンバーだなんて。一応言っておきますが、狙うのは総合優勝のみだ。おお、クラスのみんなは本気で総合優勝を狙っている。なぜなら今年は種目別で優勝したクラスには職権1ヶ月分、総合優勝では修学旅行の行き先を決める権利が与えられるからだ。自分たちが行きたい場所にするべく血眼になっているのがこのクラスだ。田畑、ちゃんと取れよ。たく、何回目だよ。ごめん。まあまあ、運動がちょっと苦手なだけだもんね。松下さん、まだ1ヶ月あるんだし練習頑張ろう。あらら、ありがとう松下さん。ううん、一緒に頑張ろうね。彼女は松下かりんさん、同じクラスで運動神経抜群のバスケ部のエース。彼女が入部してからバスケ部はインターハイに出場するほど強くなったらしい。さらに気さくで明るくてムードメーカー的存在で人気者だ。ドリブルすらできない。毎日早朝と放課後に練習しても全く上達しない。基礎の基礎もできないとか、俺なんかいない方がマシだろこれ。ほら、松下さん、なんでここに？忘れ物取りに来ただけ。そうなんだ。ははダサいとこ見られちゃったな。一生懸命のどこがダサいの？誰だって最初はうまくいかないものでしょ。だから自分はいない方がいいとか絶対に言っちゃダメだよ。そうですね。はい、ボールこっちに投げて。ああ、はい、どうぞ。一人でダメなら一緒にやるよ。え？私が特訓してあげるから絶対に優勝狙おうね。松下さん、この日から
俺と松下さんの2人だけの猛特訓が始まった。ちゃんとボール見て、目つぶらない。はい。そう、ボール見る。ナイスキャッチ、今のすごく良かったよ。ありがとうございます。松下さんって優しく丁寧に教えてくれるイメージだったけど、意外と熱血なんだな。でもそのおかげで少しずつ上達してきたぞ。ね、パス受け取れると嬉しいでしょ。うん、まあ。ん？松下さんからだ。ただ練習するよりバスケしてる人の動きを参考にするといいよ。これおすすめ動画。なるほど、これなら動きのイメージもできそうだ。ありがとう、参考にしてみるよ。よっ。うん、投げるのも上手くなったね。松下さんのおかげですよ。このまま行けばチームに迷惑かけなくて良さそうで安心しました。大会では俺精一杯みんなにパス回していきますから。え、シュート打つでしょ。シュート、いやいや打たないですよ。というより打てませんよ。大丈夫大丈夫、見てて。すごい、なんて美しいんだ。よく見た。あ、うん。じゃあやってみよう。いやいや、大会明日ですよ。今さらシュートの練習しても間に合いませんよ。それはやってみないとわからないでしょ。本当に俺はみんなの足を引っ張りたくないだけなんですよ。うん、わかった。今日の練習はおしまいにしよう。松下さん、お疲れ様。お疲れ様です。俺なんか松下さんを怒らせるようなこと言ったかな。そりゃ俺だってシュートくらい決めてみたいよ。でも俺にはそんなの無理に決まってる。やった、決勝進出。よし、田畑めっちゃ上手くなったな。ああ、欲しい時にパスくれるから本当に助かるぜ。うん、最初は嫌なことばっかり言ってごめんな。俺も悪かった、許してくれ。うん、大丈夫だよ。よっしゃ、このまま優勝すっぞ。ああ、あの松下さん、田畑くんが努力家だってこと私が一番知ってるから。え、なのに田畑くんは私の言うことを信じてないよね。どういうこと。シュート打ってよ。パスだけじゃなくてシュートも打ってみなよ。いや、でも次は決勝戦だし、俺がシュートなんて。ほら、そういうとこだよ。やっぱり私のこと信じてないじゃない。松下さん、戻れ戻れ。残り1分、決勝戦は残り1分のところで同点になった。相手チームは俺以外のメンバーをがっちりガードしていて、誰もシュートが打てない状況になっていた。前に出たいけど俺には無理だ。せいぜい後ろに下がって守るくらいしか。やっぱり私のこと信じてないじゃない。田畑、前に出ろ。え、田畑くん。わっ、どうしよう、誰にも回せない。言って。え、私を信じて。うん、田畑行け。思い出せ、松下さんのシュート、あのフォームを。やった、よくやった田畑、ナイスシュートだったぜ。やった、うわ、すごい、本当にすごいよ田畑くん。ま、松下さん、みんな見てるから。なーに、イチャイチャしてんだよ。見てるこっちが恥ずかしいわ。二人とも見てないで助けてよ。こうして俺たちのクラスは種目別優勝と念願の総合優勝を勝ち取ることができた。なんで体育大会の後にキャンプファイヤーなんだろうね。理事長の趣味らしいよ。田畑くんは修学旅行どこ行きたいの。やっぱりパリかな。田畑くんっぽいね。松下さんはどこ行きたいの。私は田畑くんと一緒ならどこでもいいよ。え、ねえ、
修学旅行は一緒に回ろうよ。二人きりでさ。それって好きだよ、田畑くん。俺も松下さんのことが好きです。じゃあ素敵な修学旅行にしようね。レイジ君すごく働き者だってみんなから評判だよ。本当にありがとう。いえ、俺なんか全然。でもここに来られて本当に良かったです。たくさん勉強できているし、それにリオさんと知り合えたから。いやー、そんな可愛いこと言ってくれるなんて嬉しい。ちょっとリオさん、実験装置を持っているのに。あ、やば。七クマ。俺は白崎レイジ。俺には血のつながっていない家族がいる。俺の父は俺が生まれて間もなく事故で他界して、母は俺が小学校6年生の時に再婚した。義理の父にも男の子がいて、4歳年上の彼は俺の兄になった。レイジ、一緒に映画見に行かないか？え、連れてってくれるの？もちろん、俺は兄ちゃんだからな。兄のアキラはとても俺を可愛がってくれた。映画館やゲームセンターに連れて行ってくれたり、流行っている音楽を教えてくれたり。それは父も同様で。なあレイジ君、父さんと釣りに行かないか？え、行きたい。僕魚大好き。そうかそうか。え、その日は俺が遊園地に誘おうと思ってたのに。約束は早い者勝ちだ。なんて感じに俺を取り合うことさえあった。俺は幸せだった。母が亡くなるまでは。お母さん母さん、ユミコ。俺たち3人をつないでくれた母が亡くなって、俺たちの関係は一変した。レイジ、今日も学校に行かなかったのか？ほっといてよ。どうして学校に行きたがらないんだ？いじめられてるのか？もしいじめられていたとして、そんな聞き方されて正直に答えるわけないだろう。兄は俺に対してあれこれ口出ししてくるようになった。勉強についていけなくて。それなら俺が。アキラ、そーっとしておいてあげなさい。父さん、レイジ君にはレイジ君の考えがあるんだよ。父はあからさまに距離を取るようになった。俺は父がどこまで俺を放っておくのか気になって、テストでわざと0点を取ってみたが、結局父からは何も言われなかった。しかも0点を取ったことで俺は悪目立ちしてしまい、クラスメートからも教師からも難しい子というレッテルを貼られてしまい、学校に行くのがしんどくなってしまった。母さん。と言ってもこの引きこもり生活も悪いことばかりではない。今まで自分が興味あった分野を掘り下げることができたし、自分の好きなペースで勉強できるので、もう高校で勉強する内容は全て理解できた。もしかして俺って天才なのでは？このまま行けば大学は学費免除の特待生になれる。そうしたら俺が一人暮らししたいと言っても父も文句を言ってこないはずだ。いびつな家族と離れることができる。俺はそんな風に思っていた。レイジ君、そこに座りなさい。え、あ、うん。どうしたんだろう、急に改まって。何か用？実はな、君をとある研究所に売り飛ばさなければならなくなったんだ。はあ？どういうこと？学校が嫌いなんだからちょうどいいだろ。兄さん、待ってよ。元気だな。はあ？いつの間に俺の荷物まとめたんだよ。俺があっけに取られていると、俺の家の前に1台のワンボックスカーが止まった。窓には全てスモークが貼られていて、いかにも怪しい感じだ。もしかして父さんが言っていた研究所の迎えの車なんてことはないよな。俺が凝視していると助手席のドアが開いた。降りてきたのは、すごい美人。こんな綺麗な人
初めて見た。君、白崎玲二君？え、どうして俺の名前？私は研究所の所長です。君を研究所に連れて帰ります。よろしくね。はい。彼女の笑顔に俺は全く抵抗せず車に乗り込んだ。どの道家を出たいと思っていたんだ。そのチャンスが早まっただけ。はい。え？研究所から脱走したら困るから、到着するまでアイマスクをつけてね。宣言撤回。やだ、怖い。父さん、兄さんって、助けてくれるわけないか。俺は諦めておとなしく彼女の言葉に従った。俺はこれからどうなるんだろう。ここって、ようこそ NKM 研究所へ。到着したのは、俺が興味を持っていろいろ調べていた最先端の VR 研究を行っているラボだった。ごめんなさいね、あなたを驚かせようと思って怪しい感じに演出しちゃった。どういうこと。改めまして、私は重作君リオ。ちょっと言いにくい名字だからリオさんって呼んでね。あ、はあ。なんでわざわざそんな演出を。普通に話してくれれば迎えに来てもらわなくたって、俺は自分でここまで来たのに。あら、本当にそうかしら。え？私は君のお父さんと仕事で知り合ったんだけど、君が VR に興味があるみたいなのに自分から話してくれないって言ってたわよ。父さん、俺のこと見てくれてたんだ。ちなみに、君のお兄さんは最初、君をこの研究所に連れて行くことを嫌がっていたようだけど、家の中にずっといるよりもきっと成長できるって思って君を送り出してくれたのよ。でも二人は俺を家から追い出したかったんじゃ。全部演技よ。君は最近反抗期だから普通に進めてもいかないだろうからって。全部お見通しだったんだ。恥ずかしい。さあ、誤解が解けたところで行きましょうか。はい。ここで俺は何をすれば。まずは雑用かな。え、てっきり俺は天才的な頭脳を買われて研究所に採用されたと思ったが、ただただ本当に人手が足りていないだけだった。レイジ君、ここの掃除頼めるかな。はい。それが終わったら B 棟に行って実験用のサンプルを受け取ってきてくれ。わかりました。しかし俺は打ちひしがれることはなかった。ここの研究所の人たちは本当に優秀な人ばかりで、俺は井の中の蛙ならぬ自分の部屋の思い込み天才少年だったことに気づかされたのだ。よし、掃除 OK。 次は B 棟だったな。失礼します、実験用サンプルを取りに来ました。ああ、ご苦労様。これだよ、くれぐれも気をつけて運んでね。わかりました、失礼します。俺と同様にここで住み込みで研究している人も多く、空き時間に俺に勉強を教えてくれる。実験の内容もまだ難しくて理解できないことも多いけど、それがさらに俺をやる気にしてくれていた。この実験は確か VR の人体への影響を調べるために。レイジ君。リオさん。リオさんは初めてここに来た時からずっと俺のことを気にかけてくれている。レイジ君すごく働き者だってみんなから評判だよ。本当にありがとう。いえ、俺なんか全然。でもここに来られて本当に良かったです。たくさん勉強できているし、それに。それに？リオさんと知り合えたから。いやー、そんな可愛いこと言ってくれるなんて嬉しい。ちょっとリオさん、実験装置を持っているのに。あ、やば。リオさんに抱きつかれた拍子に実験装置のスイッチが入ってしまったらしく、急に装置が光り出した。リオさんが慌てた表情をしたところで俺は意識を失った。そして次に目が覚めた時には、あ、俺は。よかった、気がついたんだね。自分の名前はわかるかい。はい、白崎レイジです。俺がそう言うと研究員たちの表情が曇った。
どうかしたんですか？見てもらった方が早いだろう。そこの鏡を見てごらん。はい。鏡に映っていたのはリオさんの姿だった。これは一体どういうことですか？私から説明するわ。所長、実はね、さっきの実験装置は VR の技術を応用して人体の中身を入れ替えちゃう装置なんです。でもね、まだ元に戻る実験が成功してないのよ。そんなと言ってもそんなに長くこの状態は持たないはずだから大丈夫よ。はあ。というわけで、俺はいつ中身が入れ替わってもいいようにリオさんと一緒に生活することになってしまった。もともと俺もリオさんも研究所内に住み込みだったから、そんなに大きな変化があるわけじゃない。でもやっぱり女の人の部屋にいるって落ち着かない。ああ、今日は疲れたね。そうですね。まあ、とりあえずお風呂入ろうか。いいです。よくないわよ、それ私の体よ。話し合いの末、俺たちは交互にお互いの体を洗うことにした。まさかこんな状況でまたアイマスクをつけることになるとは。ふふふ、気持ちいい？はい。こうして目隠ししてると自分の体をリオさんに現れてるような気持ちになるんだよな。っていうかリオさんは恥ずかしくないのかな。さあ、あとは流すだけよ。どうしたんですか？俺は急に目が回る感じがして、また一瞬意識を失ってしまった。どうやらリオさんはシャワーヘッドを持とうとして手を滑らせて自分のおでこにぶつけてしまったらしい。俺が目を覚ますとおでこに鈍い痛みがあった。いってて、何があったんだ？元に戻ってる！リオさん！見ないで！失礼しました。俺は慌ててお風呂から出たものの、バッチリリオさんの裸を見てしまっていた。うわ、どうしよう。父さん、いや、兄さんに相談。リオさん。見たでしょ。申し訳ございません。もう責任取ってもらうからね。父さん、兄さん、俺はこの研究所に永久就職することになりそうです。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ななくまでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。